みんな出発しよう。え、はい。待ってお兄ちゃん。どうした光？私ね、森を離れる前にピッコロモンのお墓を作ってあげたいの。あの時私たち自分のことで精一杯でお墓を作ってあげられなかったから。そうだったわね。私も協力するわ。僕も。わけも。じゃあさ、みんなでいっぱい花を集めようや。いいかなお兄ちゃん。いいに決まってるだろ。ありがとう。それじゃあ空は幸四郎と一緒に頼む。光は俺と一緒だ。わかったわ。行きましょう幸四郎くん。はい。じゃあ俺たちも行こうか。Thank you.
だ。なんだ？ピッコロモンってどんなデジモンだった？そうだな、最初会った時はいきなり怒られて、アグモンを進化させられなくて自分を見失ってたのを立ち直らせてくれたんだ。へえ、じゃあみんなの先生みたいな存在だったのね。ああ、みんなを見守ってくれてたんだ。小四郎、ソラ、準備できたみたいだな。大地たちもね、食べ物もあったので持ってきました。私はピッコロモンに教わる機会はなかったけど、お兄ちゃんたちと一緒に頑張っていきます。食い物、食い物。そいつはデジタマモンだ。食い物、食い物。上で我を失っています。ペイルモン、手を貸して。ああ、おとなしくさせる。おとなしくなったみたいやな。なんだかかわいそうね。お前は覚えてたか？レストランで世話になったよな。腹が減ってるんだろ、これ食っていいよ。いいんですか？いいさ、ピッコロマンもきっとそう言うよ。そうだね。ピッコロマンまでやられたのか。ああ、俺たちをかばって。あんたたち、ダークマスターズと戦ってるんだろ。やめといた方が身のためじゃないのか。私たちのためにたくさんのデジモンが傷ついたり死んでしまったりしたわ。デジモンたちの犠牲を無駄にしないためにも私たちは戦うの。あ、そうさ。僕も一緒だよ。光は私が守る。俺には必要ないもんだ。持っていけ。ありがとう、デジタマモン。
何も力になれないな。頑張ってくれ。うん。俺たちが諦めたらピッコロモンに怒られちまうもんな。